った最大のサイズっていうと2キロクラスは2キロぐらい、うん、2キロちょいぐらいですよね、うん、あの新聞のネタになったのがあれが2キロですよね。あれはなかった。あれは2キロないやつですよ、はい、あれの前に行った時に2キロあるとやっぱりすごいね。そうですね、1.5 キロを超えるとすごいなんか迫力だもんね。そうですね、上がってきた時の水面出た時は、すごいびっくりするよね。はい、基本的にはそこを中心に攻めてくる。そこを中心ね、アクションはトントントンと割と早いよね。早くて止めが長いような気がするんだけど、ね、ステイの時間が、はい、ステイは長いですね。ステイは長いね、はい、だからあの擦れた時にすごい釣れそうな気がするんだけど。そうですね、やっぱりそういう感じにはなってくると思うんですけど、あの周りの人が釣れない時でも釣れることが多いですね。そんな感じする、そんな感じする、はい、我慢ができるかどうかでね、ステイの時間の我慢っていうのはね、人によってやっぱりそこのところ我慢できないからね、はい、海中のこう様子をこう想像しながらやっていくんで、自然と長くなっていっちゃう運動もあるんですけど、脳内ゲームですね、はい、頭の中でいろんなことを考えながらやってるということですよね、はい、イメージが湧かないと全然ダメという、ジギングと一緒だよね。やっぱ距離って大事でしょ。距離は一番大事にしてます。距離が一番大事ね、はい、やっぱ距離飛んだ方が絶対に遠くのやつの方がやっぱ食いますよね。そうですね、遠くにいるのがほとんど、大きいのを釣れるときはほとんど遠くです。大きい、遠いやつね、はい、遠投してもう 2,3 回しゃくったらで、もうそれで来なければ来ないみたいな、そんな感じですね、大きいのは。でかいやつはね、はい、でかいやつはやっぱり警戒心が強いからでかくなってんだもんね。そうでしょうね、育ってんだもんね、はい。